自然人類学は別名形質人類学と生物人類学とも呼ばれる人類学の一分野である。人類やチンパンジーやゴリラなど人化の共通祖先からどのように原生人類が進化してきたのかを解明する学問である。主に発掘された霊長類や人類の化石を対象にその形態を分析する。骨や葉の形態から その個人類の運動様式、植生、生殖、生活環境、社会構造などを明らかにする。進化の過程ではなく、進化のメカニズムに焦点を当てた、海分野は、進化人類学とも呼ばれる。分子人類学を自然人類学に含むこともあるが、形質人類学という場合には、分子人類学は含まない。アメリカ合衆国においては、文化人類学、考古学、 言語人類学、応用人類学などと並んで主要な人類学の分野である。生物としての人の研究を目的とする自然人類学は化石人類の研究による人類の進化の部分で考古学と密接に関連する。初期の人類の化石には原始的な石器や食用と思われる動物の骨などが発見されることがある。最も広く行われている区分は アウストラロピテクス、ホモエレクトス、ホモサピエンスの三区分である。アウストラロピテクスとホモエレクトスの間に、ホモハビリスをどのように位置づけるかで異なる考え方がある。またこれとは別に、エンジン、ゲ人旧人新人という四区分も存在する。エンジンはアウストラロピテクス、ゲ人はホモエレクトスに相当し、旧人はネアンデルタール人。 新人にホモサピエンスを当て、ネアンデルタール人はホモサピエンスとは異なるものとされていたが、最近、ネアンデルタール人はホモサピエンスに含まれるものと考えられている。ありがとうございます。